てしない空向こう心傷つくことばかりが多すぎて多すぎて多すぎてくたびれてしまうよ。時代のせいにしたって誰のせいじゃもないから今を今を見ればいい。道通う道を迷う大学生が音もなくしスマートフォンをいじくっては携帯遊び、その裏側は就活でうまくなかなかうまくいかなかったろうだろう。ねえそこの君、何かあったの？就活うまくいかないこともあるよ、なんとかなるってそう言いたい。誰かがそうやってうまくいくはずさ。ああ悩み大きい若者、そこのくたびれてるようにサラリーマンかよくわからない人に声をかけた。ねえ大丈夫ですかと尋ねたら、大丈夫ですと言うけれど、もうちょっと話をしてみたらなかなかうまくいかない。何もうまくいかないから悩みすぎて、ちょっと鬱気味らしくて、ああそんな時はそんな時は好きなことをやればいいと思いますと趣味がありませんと言われたんで、じゃあ俺の歌でも聴きますかと言った。その後は彼は少し気が紛れてさよならと挨拶をして電車に乗った。ドゥ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 。最近なんだか俺も分かってますと、地震が起きて多くの命が奪われたことも知ってるよ。だからといってずっと引きずっちゃいけない。俺も分かるから引きずった、引きずり通して今を生きればいい。だって笑顔は見せられるでしょう、笑顔は見せられるでしょう。素敵な笑顔誰かに見せて、
笑い話になれるようなくだらない話でもしてあげました。のいちごの幸せはやってくるでしょう。誰もが描く幸せって何ですかと尋ねるだろうよ。だけどよ、俺だってあなただって何かに向かって今を求めてることを大切に生きる。その時間を大切に生きる。ただ我が道を行く。今を生き抜く強さを欲しいんだ。ララハッピーになれ。幸せってなんだろう。幸せってなんだろう。なること幸せってなんだろう。ハッピーになること幸せってなんだろう。ハッピーになること。ありがとうございました。どうもありがとうございました。 Thank you very much.